ヨハンゲオルク・ォン・ザクセンは、ザクセン王国の王族。ザクセン王・ゲオルクとその日で、ポルトガル女王・マリア二世紀の娘である、マリアアナの間の、第六子、次男。全名は、ヨハンゲオルク・ピュース・カール・レオポルト・マリアやヌアリウス、アナクレトゥス。ヨハンゲオルクは厳格なカトリック教育を受け、1881年まで、個人教師に学び、 その後は軍人になるための教育を受けた。1889年から1890年まで弟のマクシミリアンと共にフライブルク大学で法学を専攻した。その後ヨハンゲオルクはライプツヒ大学に移り歴史学や美術史の講義を受けた。1909年にはライプツヒ大学から名誉博士号を送られている。 ヨハンゲオルクは1894年4月5日に、ビュルテンベルク公、フィリップの娘、マリア・イザベラと結婚したが、イザベラとは1904年に死別した。その後、1906年10月30日に、両シチリア王経過長のカゼルタ博、アルフォンソの娘マリーア・インマコラータと再婚した。いずれの妻との間にも子供はできなかった。1902年より、ヨハンゲオルクは、 ドレス電郊外約3 0トルの位置にあるベーゼンシュタイン上を住まいとしていたが、1918年にドイツ革命でザクセンの王政が倒れると城を売り払ってフライブルクに引っ越した。ありがとうございます。